どうも影やんです、えー。悩んでる。今日はですね。悩んでる時間は何の生産性もない時間ということについてお話し,したいと思います。えー、とね。昨日ですね。お客さんがですね。お客さんがあの支払。 えーのがえー、電子マネーやったんですけどもうちの店の、ねえー、支払いは電子マネーでしていただいてです、ねえー、それが auPay で支払っていただいたんですね auPay をこうで支払えるようにしたのが、えー、今月やったか先月,今月かな先月やったかなぐらいにこうそれを導入して、ねまあ、auPay 払う人はなかなかいないかなと思っていたら昨日おられたということで、えー、初の、ねえー、auPay 支払い。 まあど,どうでもいいといえばどうでもいいことなんですけど PayPay を入れてて AUPay とほんで、えー、これからね導入していくのが、えー、メルペイとかねあ,っちあともうちょっとなん,なんとかペイ何やったかなドコモの D ポイント DD 払いかなその辺をこう入れる D 払いねちょっと忘れたけどそういうのを入れていこうというふうに考えておりますまあ支払いのね、えー、ポイントを増やすっていうのも一つの まあ大事なことかなと思ってはいるんですけどもなかなかそんなにね無理して増やそうとも思ってないですけどもまあ昨日は a u p で支払っていただいたいうことはやっぱり a u p 入れてよかったなというふうに、えー、考えております。ということで今日は、えーえー、悩んでる時間は何の生産性もない時間ということで、えー、こうどうしようどうしよう言ってこう悩んだりパニックになったりとかね、えー、そういう時間っていうのはね、えー、何も生み出してないんですよね。 で時間だけが過ぎているんでですねそれはもうこう本当に意味がなくてですね、えー、悩むのではなくてですね思考する何かいろいろと考えることと悩むことは違うと思うんですよね悩むというのはなんかこうその問題解決の方に向かってなくてですねただこうどういうんですか,か気,持ちをこう気持ちが落ちていくというか。 こうお先真っ暗みたいな気持ちになってんのが悩んでる状態、えー、これはですねもうほんまになるべく、えー、そういう時間はなくしていってですね えどうせすすするるででは思考する方ですね問題解決であったりとかですねえどうしていくのが今やったら自分ができることはどういうことかとかいうことをこう考えていくと。ここで、えー、問題解決するのにね、えー、方法は1つではなくてね2つ以上あるとこう言われてます、えー、しっかりと考えると、えー、問題解決の方法は2つ以上あるよということが出てくるというふうに言われてるんでですねその2つをこう考え出すようにするということ ほんで、えー、考えてその2つ以上の、ね、解決法がまあ出たとしますよね。で2つ以上の解決法が出たらねどっちでもいいんでもう選んでしまうということですね選んでそれをやってしまうということが大切。 でそ,のそこの2つ3つ出てきてどれにしようって悩むのももう時間が、えー、もったいないまあ悩む考える時は考えてもいいんでしょうけどもなるべくね、えー、早く選んでしまうので,、えー、でも正解とといいいうう風にしていくということですこれからの自分の行動でどっちを選んでも正解という状態にしておくということと、えー、そもそもどっちを選んでも正解やということが、えー、だいたいそのこう。 先へ進んでいくと分かりますどっちを選んでいても正解であってその選んだ方が正解というふうになっていくような流れになっていくと、えー、そのためにですね、えー、自分の,その、まあ、精神状態とかそういうのはしっかりとこう、えー、整えておくということがこう必要かなというふうに考えますだから、えー、悩むうんというのがもう本当に意味がなくて。 でそれやったらまあ人に相談した方がまだましですよね、えー、だから悩む問題解決で自分で思考する、えー、考え抜くというところはいいと思いますほんで考え抜いたその結論というか、えー、結果をなるべく早くもしてしまうということですで2つ以上あるんであればもう1つをさっさと選んでしまうで選ん,だ下選んだものが正解ということですということですねどっちを選んでも正解ということにしてしまうということです でえー、正解にしてしまうようにそのあと行動すればいいしでそれが間違いであるんであればそれを正せばいいだけであるし、えー、だから、えー、悩んでるだけやと何の生産性もないというかその進まないんでねそこはもうほんまによく考えた方がいいですね。これ、まあ、かちょっと悩む時間が多少あってもいいでしょうけどもうすぐにその行動へ移す、えー、次の展開へ移していくっていう 形がこう大切かなというふうに考えますということで今日は、えー、悩んでる時間は何の生産性もないということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます